忘れないあの涙を、だからもう迷わないわ。まだ私には何もないけど、今歩き出すよ。
渋沢愛代です。よろしくお願いいたします。今日はねハロウィンということでね、ちょっとねこんな感じでちょっとハロウィンっぽいコスプレをしてみたんですけども、どうですか？なんかあのスタジオ観覧のお客様にはあの見た瞬間雑っていうバレたっていうね。そうなんですよ。でも今日はねちょっとハロウィンっぽくね、せっかくなんでね、あのコスプレじゃなくて、前回なんかあのコスプレだったんで、あのハロウィンっぽくやってみようかなと思いましたけども、さあということでね、ありがとうございます。きついですってきついですって何ですかまあこんな感じでじゃあタイトルコールを言ってみたいと思いますので、ニコ生の皆さんコメントもね、であのいつものやつを一緒に、スタジオ観覧のお客様もたくさんねいらっしゃいますので、ぜひ大きな声でよろしくお願いいたします。いきますよ。さあ今週も始まりました、渋沢愛代のノープラン。どうもありがとうございます。さあさあさあ、トリックアトリートか。トリックアトリートっていうのはやっぱあのお菓子くれないといたずらしちゃうぞ、かわいいね、そういうのかわいく言ってみたいですよねなんでこわばるんですか。いやいやっていうような、たくさんいるんですよ。そうなんです。なんかさ、これ思ったんですけどひどいね、うげーっていうあ、パチパチ来てる、ありがとうございます。ノープランみんな言ってくれてる。これ何なのね、これ何、汚い、これ何、これ何なのこれ。しかもね、私ね、これ自分のパソコンなんですよね。でもさ、液晶にべったりね、ガムテープ貼られてるっていうね、大丈夫これ、ちょっと液晶がもう、液晶にガムテープがっつり貼ります飾りも雑、そうだよ、絶対雑だよね。だってこれ値札とかつきっぱなしだしさ、なんかひどい状態なんですけど、よくこれ、逆にこんな風によくやったね。飾り付けが雑、汚い、ほら、いっぱい来てますよ、汚い、雑って。そう、なんかガムテープ、ドイヒーだなー今日も視聴率1万人超えないと終わらないですね。嫌がらせですね。いや、そうそうですよ。ハンズ、いやハンズじゃないよ。100円ショップでしょ、完全に。100均ですよ。でしょ。でも本当にね、あの1万人企画からもう2週間ですか。早い。で、なんか違うチャットとかね、ライブチャットとかやった時に、このニコ生の1万人企画を見て来てくださった方とかもいました。ありがとうございます。いや、これはもうほんとすごい話よ。だって計算するとね、あの渋沢もう9年目なんですけど、1年やって1人できればいい方だから、ファンマジで。じゃあ本当に怖い、やばい、耳聞きたくない耳塞ぐ。いや本当よ、だってせめてさ、1年、ね、まあ、9年目か。9年やってて、9年やって、9年やって、1人ずつ増えれば、10人、あ、9人ぐらいは、常にさ、こう、いてもよくない？どうよ。思わない？どういうこと？5年に1人とかさ、もう、5年に1人とか、もうなんか10年やって2人とか1人とかになってくる可能性がね、ちょっとあるよ。ファン9人、ファン9人いればいいんだけど、いないですよ、9人も。じゃあどうしようね。でも今ほら、40何人ぐらいか、今見てくれてるのかな。ね、あのどんどんあの増えていけばいいなと思うんですけども、でも1万人の人たちはね、ファン9人しかいないのかって言うけど、ファン9人もいないんです。だからそれが困ったことで、びっくりな話ですよ。だからちょっと考え、ファン辞める人も計算に入れる。いや、そう、それはちょっと、じゃあせっかくね、ニコ生のコメントもこうみんなでお話できるので聞いてみたいんですけど、ファンをやっぱあるんですよね。9年やってると毎回来てくれてたのにパタッと来なくなるの、あるんですよ、あるんでね。あれって何なの、何かしたのかな何かしたのかなって思うんですよ。だからなんかファンを辞めるきっかけっていうのは何なのかなっていう、
そう、1年やればキャバクラ嬢だってもっと客増えてる。キャバクラ、そうなんですよ。そうなんですよ。ニコ生もだからちょっと聞いてみようかな。何のファンやめるんですか。思い当たるといえば何だろう。普通は鉄板で言うと、まあ、アイドルが結婚したとかでしょ。あとは結婚ね。結婚とか、あと何、こう、あ、裏側が見えちゃったとか、ガチの悩み相談。そう、あの視聴者からの悩み相談じゃなくて渋沢の悩み相談ですから。仕事が欲しい、忙しいとか、可愛い子を見つけた、それ大きいんだ。あー、金銭的な問題。ちょっとじゃあアンケート取りましょう。結婚、まあ、恋愛老けた。恋愛、秋田とかもあるの。秋田、その理由とかもあるでしょ。だって秋田、何、劣化。劣化と、あと性格で見て、性格、情勢で見て、金銭的な問題、ゲスになった、それは怖いよ。とかかな。5個ぐらいですか、大体。そんなもん。本人が自己、それはさ、それはしょうがないか。私の時とか、私の場合とか、生きてる人だったら、なんだろう、ゲスった、なんだろう、ちょっと聞いてみよう。どんな時にファンをやめるというか。でもさ、急じゃん。なんか一言あってもよくない。あの、今日で一言欲しいよ。いや、本当に一言欲しいよ。で、あの、今日でね、あの、最後に一緒に写真撮りませんかとか。あったらさ、いいけど、ほんと寂しいんだよ。で、見てたらちょっと一言だけ言いに来て。あとね、胸が垂れた、妻ができた、あ、そっか、向こう、あ、そっかそっか、顎伸びたは関係ないし、男、あ、そっか、じゃそれも入れましょうか。彼女ができたとかね。で、そんなもん。アンケートじゃとりあえず行ってみましょうか。サバ読み、でもサバ読んだから嫌いになるのかな、やっぱり。あ、いろいろあるよ、ファンを辞める理由。いっぱいあるね、アンケート多くてね。まあ恋愛って一番は、まあそのアイドルとかね、のこう恋愛を知ってしまった。別に前に来ていいんですから。ダメじゃないから、ね。まあ秋田とかね、まあその本人が劣化した。4番はこの、まあ応援するのにもお金かかりますからっていうのであって、5番ゲスだから、6番他に可愛い子を見つけた、7番まあ妻ができた、その自分の方に彼女だったりとか、まあ彼女ができたとかね。あ、あるのね。あ、別に7と8は一緒で良くないですよ。全部夢だった。じゃあいきます、3秒前、2、1、結果です。ズドン、おー、うそーくー、これはみんな彼女とか妻とかできてないのね。あ、やばい、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、なんかリアルだね。あ、推し編か。あ、リアル、だってさ、他に可愛い子を見つけて2番とかね、この飽きて、まあ、劣化とかってことだから。そうだね、つながるね、つながるんだ。だって恋愛とかっていうのは、そのだって自分のその推してる女の子に恋愛でほら他にかなんかフライデーされたとかでも別にいいんだよ。 6% だもん。別にそれはそれなんだろうね。ただ可愛くないのがダメなんだ。なるほど、あ、そうか、あ、ザマーって何ですか。ザマーって何よ。所詮 DD、 あ、そうか、まあね、その可愛くなきゃいけない。そう、7と8がなかったね、全然。あの、何、他に自分に彼女ができた、妻ができたっていうのはなかった、ゼロだった。誰に推し変したのか気になる。まあそうだから、そのじゃやっぱこっち側としてはいかに可愛い子を見せないかじゃない。じゃなんかね、ちょっとここだけの話ね、ちょっとリアルな話ですよ。私ね、まあツイッターとか やってるんですよ。初めはもなんか、あの、本当にやってますっていうのを言ってないんですよ、未だに対して。で、まあその仲いい子同士だったりとか、
まあ、知り合い同士でのやるやつっていうのでやってたんですけど、まあちょっとずつ発見していただいたりとかして、まあ今2000人ちょいぐらいいるんですけども、フォローはしなかったんですよ。あの応援してくださってるファンの方をフォローしてなかったんですけど、最近こういうニコ生とかで仲良くなってきたから、ちょっとなんかフォローしてみようかなとか、したらさあのさ、いろんなアイドルのさリツイートの嵐、ほんとちょっとね、だからねショックになっちゃってあーって分かる？そう、分かる？これ誰か違うアイドルかな？切実、そうなんですよ。でもさ、やっぱやめたっていうのもさ、ダメじゃん。だから、毎朝言ったら、しかもものすごいリツイートが数だから埋まるわけですよ。だから、フォローしますよ。だからそのさ、したらさ、って悲しくなるわけよ。だから、こんな格好してるけど悲しいわけ。もうこんな感じよ、しょぼんよ。マジで。もうほんしょぼん。でも、それを見ると、まあ、こういう風になると、まあ、可愛い子っていうのはね、すごいいっぱいいますから、やっぱ、さっきのアンケート見ると、いかにこう、まあ、ゲストも考えなきゃいけないって考えてしますね。だから、こう、ゲストも、可愛い子は呼んじゃいけないんですよ。なるほどね。なのでちょっと考えて、もっと可愛く可愛くって言ってこれでもやっぱね、アンケートはね、確かにね、勉強になりました。何ですか、耳がおかしいですか？耳おかしいの？でこれが正解って何なの？あ、これぐらいだってハロウィンですからね、こういうちょっと安いコスプレみたいな感じですけど、まあ、そんな虫みたいに広がってるだけに限ってもいや、違うの、まっすぐあ、こうなの、あ、ほんとこれぐらいか、こうかと思う。全部やめてよ、もうこれのせいで。で、これもなんかね、ちゃんとね、ファンの方がね、100円ショップのものをたくさん送ってくれてこのぐらい？これぐらいかな？これぐらいかな？まあそんな感じでですね、まあ店感がこんな感じで、ちょっと渋沢も可愛く頑張ろうと思いますので、この後のノープランもぜひよろしくお願いします。イエイ。まあね、そんな感じでお話ししてきましたけれども、ちょっと皆さん知ってました？今年もなんとっていうことなんですよ。今年もなんと、わかります？わかるかな？コメントでもな、わかるかな？ではね、コーナー行ってみましょう。まだパチパチ早くないですか？じゃあ行きましょう。ダダン、出るかな？出ました。今年もなんとあと10週間。この10週間どうする？だってやばいね、10週間切ったそうですよ。なんと正確には9週間かな、先週のニュースで見たんですよ。だからもう今年もあと9週間しかないのかもしれない。いやー、恐ろしいですよ。9週間、まあ、10週間ぐらいで今年がなんと終わってしまうということなんですよ。どうしよう、どうしよう、ほんとゾッとするよね。いや、私ゾッとしてんですよ、マジで本当に。ルー、皆さんもう年末ですよ。もうだってもう11月になりますから、え、本当にあと10週、あ、そっか、今年も10週間ですよ、約ね。ということでもう残りわずかで、早いんですけども、このノープランもね、ちょうど12月の23日に始まりましたので、もうすぐ1周年。いやー、あと2ヶ月でクリスマスですよ。まあきっとね、これが同じように変わるのかな、これがオレンジから多分ね。で、ほんとゾッとしてる。みんなゾッとしてます？何ですかこれ、ちょっと待ってよバカねえ、なんでそれやばいだろ。
のなんか一応ねなんかまあ言いますよ、初めまして、あの今からちょっと初めましての方もいるんですけども、あのね、何これ、ひどいよひどいよ。あの一応ね、あの10週間ありますけども、まあこのドゥースルーっていうコーナーで、まあスタッフからもこうこんなことにやっていったらどうかなとかっていうのを編んでもらってたんですけど、それがこの裏紙が潜在ですからね、もうこれ持って仕事取ってくるんじゃないですかまあね、まあとりあえず裏紙で使われる潜在、久米沢洋の潜在でございます。お仕事お待ちしておりますチラシじゃないんですよ、潜在です。さあということで、まあね、まあ残り10週間で何ができるか、どんなことをしていこうかというものをちょっとね、渋沢だとはノープランで生きてきてますので、あのいまいちこうパッとしてないんですよ。なのでこの10週間しかないこの1年のね、あの節目というか、それをちゃんと無駄なく過ごすために皆さんにちょっと一緒に考えていってもらおうかなと思っております。全部あの飲み込みますんで、あ、わかったってね、あのぜひね、あの教えていただきたいなと思います。10週間でいっぱい書いてある、意外にこの裏紙に皆さんもぜひ教えてください。ファンを1人増やそう、いや1人、そうか、1年で1人だから1週間で1人増やせばいいんですよ。ノープラン毎週やってるのに1週間、そうだよ、1週間に1人増えればいいんだよ。1ヶ月にねえねえ、もうすごい今不吉なタイミングだよ。1週間で1人増えればいいんだ、ベラン取れた。どう、あとは、都合の悪いコメントの扱いを、あとは、おせち料理のために金を貯める。おせち料理高いですからね、あのガッテン寿司とかのやつ2万、2万とかするんだよあと何ですか、大物芸能人とスキャンダルを作って一気に売れる。あとでも10週間あれば可能かも、ダメ、でもどっちギリギリじゃない、もろ派だよ。え、でも税金なくなるかもしれない。いやでもさっきのデータによると 6% しか 6% でしたから、可愛かったらいいんですから。あとクイーンもやばいよ、宣伝者、あ、そっか、そうだよね、あのツンツメ爆音の爆乳クイーンの方のやつもありますしね。あと厚着をするべき、あとなんだろう、クリスマスにまでにやっぱ彼氏を作るとかさ、スキャンダルをさとかめっちゃ深井さんを誘うとかさ、 100% さ無理なんですけど、そんな10週間で。でも10週間あるからどうなんですかね、恋に発展するまでとかで10週間っていうのはどう、可能、可能、3ヶ月、恋には発展するもんですか、出会ってから。でも出会って、だって私10週間しかなくて、大物芸能人と出会って10週間で出会って、誘って写真撮られるまで行かなきゃいけないですよ。10週間で行ける、まずだから明日朝から可能、朝からずっと日テレの芸能、朝から日テレで貼るどこで撮られ、あ、行けるって書いてある、可能なの、嘘、10週間ね、自分で撮って送ればいいね。お笑い芸人なら食事なら行くでしょう。いやでもさ、いける、みんな結構大物芸能人は無理、でもどっからのね大物にもよりますしね、こうでもね、そう今日バニーなんですよ、バニーって分かってくれてる、リスナーとは付き合うが全く話題にならない、大物のライン、そう大物のライン、興奮してきた、ありがとうございます、黄色い文字、黄色い文字で興奮して、ありがとうございます、ありがとうさあなるほどね、まあそんな感じでもありますけども、でもね、こう
渋沢に枕需要あるの何通質問を今送ってきたんですか。私全部読んじゃいますからやめてくださいね。読んじゃうタイプですから私全部、他にもねいろいろ書いてありますよ。まずね、まあ、10週間ですから、クリスマスパーティーをやろう。あ、これはいいですよ。渋沢クリスマスパーティーは皆さん来てくれるんでしょうかこれはでもね10週間のうちに考えてやらなきゃいけないですよね。クリスマスパーティーは、え、来てくれないんですか。いやでもニコ生、そう、渋クリパーティー資金を貯める。そうですよ、渋クリちょっとやりましょう。去年やってめっちゃ盛り上がったんですよ。なんかね、初めましての方もねいたんですよ。初めましての方もねいて、すごい気使ってたもん。逆にありがたいなと思って、クリスマスパーティーをやりたいと思いますので皆さんぜひ来てください。多分、いや多分じゃない、絶対やることね。これはクリスマスパーティー。ああとね、上納金でない上納金でない、全然あの全然でないから。監督が来てくれ、あ、行きますなんて来てる、ありがとうございます、待ってます。じゃ本当に取りたかったら全然パーティーじゃないですからね。あとね、あ、クリスマスまで8週間だって。もう準備しなきゃね、告知しなきゃいけない。あ、そっか、忙しいですね。あとねあとね、あとファンクラブを作る。これも結構ずっと前から言ってるんですよ。入ってくれる人いるんですかね来てくれる人いるんですかね、入ってきてくれる人いるんですかね。でもファンクラブってさ、何をしたらさ来てくれるんですか、入ってくれるんですか、何があったらいいですか。それが、そう、ファンクラブは軽くあの入ってほしい。軽い気持ちで、浅はかな感じでちょっと入ってほしい。会費はね、4000円ぐらい。あ、そっか、私がなんかアーツさんのやつを入ってたことがあると、開放が 4回、年に4回、春夏秋冬とかで開放が来た。開放作りますわあの私昔小学校の時新聞部だったから全部自分でやればあ、漫画とかね、ファンクラブ何人入るか、お金くれるならファンクラブなんでよ手書きでコピーする、解放とかの発行。あと2分だよ、ま、何の、あ、何の話ですか、あと何の話、何の話でしょうか。あと2分でした。あと2、あと多分32分あるんですけど、ファンクラブも作ります。いや本当にファンクラブの案とか欲しい。永久無料なら入る。でも永久無料でもなんか私的に会いに来てほしいな、会いたいですね。なんかそういう機会が増えるようなファンクラブにしたいなと思います。そしていっぱいあるよ、なんか、踊ってみたの動画を投稿する。あ、これノープランの話だ。ノープランで踊ってみたの動画を投稿。あ、これもね、一時期やるとか言ってたけど、踊れないですからね、私全くこの格好で踊ったらこの格好で、これで、これで、あ、結構奇抜だねあ、でもさ、でもこんな感じだよね、あの海外のさ、こう、あの何、あのあれは、あ、顔映さないアングルがあるんだね。私本当にガチのやつでガチで分かってないんですからねこれ自分の歌ですけどでもちょっと意外に、ね、めっちゃコメントひどいってコメントはキレのなさよあ、キレなかったですか、ぎこちない、誰か俺とやってくれやってくれ何の話してるんですか、キレがない、あ、足ごっつい、あ、そうですよ、今日骨むき出しでやっておりますから。あ、何これ、あ、
めっちゃコメントバーって今ひどいひどいひどいってきてる。ぐたぐた。今までファン5人減りました。ゼロ。いやもうマイナスですよ、マイナス。もうマイナスの話になってきます。あ、そうそう、踊ってみたやりましたよ。今できた1個。1個クリア。イエイ。今やってみた。あとは、ダンス頑張れ。次いくよ。これなんてすごいよ。ノープランの客を増やせ。これ10週間ですよ。でも10週間だから、とりあえず今日これ見た方が一人観覧に来てくれればクリア。一人でも増えればまあ一応は増えてますからね。全然好きになった？増えそう。嘘。来てくれるかな今のダンスで。今何？今何？それはね内緒なんですよ。シークレット、もう絶対シークレット、完全に。もう私悲しくて生きていけないから。何人いるかはシークレットでやってます、完全に。あのシークレットパーティーでございます、ね、本当に。それはね、大変なかったやってて太、あ、でもね、ちょっとこれ太く見えますから、確かにこれは完全にここだけが出てますから。どうですかね。あとね、それに関してはあの腹筋を割る。あ、腹筋はね、ちょっと待って、腹毛の腹筋はどうですか？割れてない？割れてはないじゃないですか。いや、ほらどう反応すればいい？じゃ、割れてるんですよ、意外に割れてるんですって。見えないかな、影で見えないかな。ほら、ほら見えてる、見える、ほら、わかる、線、ほら、ほらほら、この辺どう？線あるよね。ちょ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 、ほんとほら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 、みんな割れてないの？ちょ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 、線がある、割れてるんですよこれ割れてるんです。え、嘘、結構割れ、ほら女子プロプリッとしてないよ、プリッとしてないでしょ。嘘、マジで結構あるよ、ほら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 、見づらいんですよ今日。ほらほらあるよね、どうほらほら、わかったわかった、ほら連発嘘ないか。じゃあじゃあタプタプじゃないよ、ほらほらは言ってほらほら言ってないでしょ、ほらほら言ってないって。じゃあで腹筋が得意なので、腹筋割ろうか。ゴラゴラ言ってない、言ってないでしょ。腹筋自慢、筋肉自慢。そう、でも筋トレをしようか。じゃあほらそんなにほら言ってた、そんなほら言ってためっちゃほらほらってじゃあ腹筋割りましょうか。1日何回やったんですか？500回。500回？すごい。1日？500回。でも10週間だよ、10週間、おらおらおらって違うよ、なんでさ、いよこさ、今さ、お腹出してほらって、ゴラとかオラとか言ってないからね。ほらね、見てよって、あるよ結構っていう話だった。じゃあ、ちょっと腹筋を10週間で割るには、1日何回？100。毎日100？ 毎日100かな。じゃあもうどうでもよくないでしょ、ゴラゴラ言っちゃってんだから。じゃあそれまず、じゃあ腹筋割ることがね、頑張ってみたいと思います。あとは、500円玉で1万円貯める。あー、1万円貯まったらなんかやればいい、ロケに行く。1万は少ない。500円玉で1万円貯める。あとは、いや結構ね、あるよ、いろいろと。バンドやろうぜ。これね、ちょっと案があったんですよ。何かというと、毎年3月に渋沢誕生祭っていうのをやってるんですよ。その時に、そう、配給もしつつよ。でも、向けて、
あの渋沢がこう出し物をしようっていうので何かをやろうっていうのでバンドをやってみようっていう話を多分言ってるんでしょうね。でも10週間でバンド作れるのかな。作れる演奏がすでに演奏できる人たちを集めればできるよ。あ、そうなんだ。端子を、え端子をえ女子プロ目指してないんですよ。女子プロはもうあのプロレスはね聖なる域なので経験者ならいける。あ、じゃあもしあ、私のファンの人でも一人ドラム叩ける人いるはずなんでなんでちょっとあのスカウトしようかな。でちょっとできるって10週間ででも面白いですね。10週間でバンドを作ってで3月に向けて練習するっていう。で3月渋沢さんはどこやの。歌でしょ。歌あのボ VO ボーカルVO VO よ渋沢いいよ VO って書いてかっこ VO って書いてトライアングルね。ボーカルです。ボーカルやりたいと思います。ぜひあちょっとやってみますか。そうそうこれ VO 小文字のやつ。ダンスはやんない方がいいんじゃない。あとはまあそれでもやってみようかな。まああとはねあ、そうか、なんかね、占いゲッターズさんにね、私占いをしていただいたんですよ。あの、今年の初めかな。そしたら、あの絶対に売れるから女優になりなさいって言われて、で、あの女優やったら売れるって言われたんで、もう残り10週間しかないから今年って言われたの。今年ですね、まあ今年だから、まあよく言えば3月のこう、区切りというか。なんで、女優をやらないといけないですよ、10週間でうちに。売れないですよ、じゃないと私は。なんで、女優に挑戦って書いてありますね。女優じゃない。やばいやばい。フリップ投げない。女優です。演劇なら、女優だって。じゃあ、渋沢誕生祭で、バンドと女優舞台やる？どうですか？ちょっとえ男なのって何ですか？私男やないですから、ね、女優だって やんなきゃいけないですもん。女優ね舞台とかここでもだから生放送できますからね別に。だからそういうちょっと女優を今はやんないですけど、女優をやろうかなと思って極ね、上端仕様って何。ヤマピーだから無理極道でも何でもないですけど、なんか各地の映画祭で売り込む。何の役がいいんですかね、私は。醤油、演技はできそうに見える。だってコントはダメ。グラビアもやりたい。グラビアも全然オファーあればやりますよ。あ、何役がいいんですかね。どういう役がいいのかな。女優だったらヤクザの奥さん極妻壁を押してそんな役ないですからね被害者。あーいいかもっていうのがそういう火の役。まずはキャバ嬢その1。あー私でもキャバ嬢その1昔やったことあった気がするな。なんかの騙される人。二重人格役。ゴルフクラブ何ですかこれどういうか愛人役。あーオカマ。いやオカマの役って意外に難しいよね絶対。木って何。犯人。スナックのママ。ホームレスの、そう、ホームレスの役ちょっとやってみたいなと思ってるんですよ、私実は。歩道橋バズーカダメそれは。え、なんだろうね。アマちゃん役、JJJ の。ああいう役は絶対向いてないと思うんですよ、私は。分かってですよ。借金取り新聞屋さん、大食い女の役。え、でもさ、ちょっと、はい。渋沢さんが本当に女優ができるかどうか。はい。検証してみたいと思います。女優できるか検証？はい。何ですか？
そうです。私のものじゃないんや。左乳は。そんなにその胸に1万人達成文字を書きたいのか。書きたいです。あんた全然変わってへんわ。でもここまで来たから聞かせてほしいです。前にも言うたやろ。お願いするときはどう言うの。あんたやっぱ全然変わってへんわ。何これ、私ですか。目がいった。こっちみんなやめてよ。こっちみんな、こっちみんな。やばい、これ何なのこれ。感情なんで関西弁なのかな。何これ、目いってますね。何これ、よくありましたね。よくあったね、これ演技力素晴らしい。いや、これでもしかしたら来るかもしれない、 V シネマのオファー。覚えてないですよ、この日のことは。覚えてないです私。本当にびっくりするぐらい覚えてないですよ。なんであんな風だったんですね。これはファンは確かにね。黒歴史。いやでもびっくりした、今出てくると全く思ってなかったんで、出ることもなかったと思う。ごめん、面接でそこ落とす。いやー、でも女優やれって書いてありますからね。これのなんか、じゃあなんかね、舞台を10週間で作るという。あとね、書いてありますよ、10週間で、ノープランでドラマを作る。ドラマって危険だって。あれでしょ、どうせ田中呼んできてでしょ。ひどいものが出来上がるんじゃないですか、あれキャプリマス。ドラマね、10週間でできるんですかね。でも撮って編集してここで流すと、でも短め、短編、10分とか15分とかのやつ。あー、それ脚本と監督デビュー、渋沢。あ、監督したら多分うるさいですよ私。いや、そこちょっと違うってなるよ。エキストラならいける。渋沢の PV 作ればいいんじゃない。あ、そうか。じゃあちょっとなんか、渋沢愛をマリチューブレコームと出そう。やめて、もうほんと面白いから。あ、そうですね。じゃあマリチューブレコームさんがヒロインで、イケメン役で、さやなかと渋沢取り合う。時まり電話、あの人出ないですから。全部持ってかれますよ本当に。そっか、なんかそういう普段と違うような、じゃ渋沢監督をやるというのをノープランで流す上映会。女優もやり監督もやる。監督兼女優でもやろうかな。じゃあちょっと脚本書きますわ私は。書きますわ。そうですね、なんかやろう。昼ドラで愛人役、極妻とかが多いですね。でなんか全く違うのとかもいいですよね。本当に想像がつかないやつ。大日本人、猫は好きだよ。でなんか渋沢は10週間の間にですね、ノープランでちょっと脚本でも書こうかな。泣ける方がいいですか、なんか怖いのがいい。私やると多分結構暗いやつになりそう。こうなんか結構もう見た後にへこむようなことに、まあなっちゃうよきっと。なんか言ってみればそうとかさ、あっち系になっちゃうそうだから、もう怖い系とか
監禁とか怖いやつになりそうだけど、でも重そうやつは無理だよきっと。怖いもんな、そういうのは。なんかじゃあ笑うのがいいと思う。何がいいんですか。やっぱ泣ける方がいいですか。こう考えさせられる方がいいのかな。泣ける、今やっぱ泣く、泣けるよ泣けるよ、監督の腕次第でしょそこは。泣けるとかシリアス系ね。あ、シリアス系もいいかもしれないですね。じゃあシリアスなアクションで泣けてなんかじゃあちょっと頑張ってみようかな。一人芝居はハード高いな。でなんかあの知り合いに声かけますよくあるじゃん、エキストラで参加してくれる人募集っていうのでみんな来てくれる人が何でもかけますよ。そうですね、なんかやります。じゃああとは、これは CD、T シャツを売ってほしいので路上ライブ10週間のうちに、路上ライブとアイドルライブに出演してくださいって書いてあるねえこれどうなの。ねえどうなの。ねえねえ、何やめてっていうのはどういう意味なんですか。これは路上ライブなんかさやってみ、新宿駅やってるよね、南口だっけ、あ西口か。あれさあれさ、どうなの。やったらいけんの、見てくれんのかな。なんかタバコとか投げられないビュッて熱ってやられそうなイメージなんだけど、路上ライブやったら来てくれんのかな。みんな無料だしね。ちょっとアンケート取ってみましょう。やろうやろうってアンケート、これでね、いやもう投げ銭ありだよ、投げ銭。でももちろんあれでしょ、物販するんでしょ。そう、物販ありますよ。あ、怖い路上が許可いるけどね、まあ許可は取れるでしょ、やってる人がいるから。路上ライブで、あ、行くかも、マジで。でもさ、絶対今さ、行くかもって言った人さ、絶対思うの。でもさ、渋沢の見てきましたって言わないでしょ。これ知らんぷりするんでしょ絶対知らんぷりしてると思うよ。あ、来た、渋沢が路上ライブやったら来てくれますか。1番行く、2番行かない、交通費出してくれるならなんだ、どういうシステムで。もうさあ、行きますよ。これ絶対だよ、行くよ。3、2、1、ズドーン。おー、でもまあ来てくれるなら99人の 52% で来てくれる。あ、じゃあ40人ぐらい、あ、いいですね、意外に来てくれますね。じゃあやりますよ、私言ったからな言ったからな、絶対来いよ、絶対だぞっていう話になりますけど。でもどこでやるんだろう、新宿駅、あと、ま、町田とかも多いのか、大宮駅、新宿、新宿はダメだよダメだって、目撃されるじゃん、恥ずかしいな、ちょっと照れるな。だって目撃される人でやる10週間でしょ、ダメだよ。10週間ってことはさ、結構もうさ、すぐだよ、ここの準備が。生配信してくれたら、あ、こういうやつでこういうやつ。ちょっと東中野も多いの。じゃあちょっと、中野、あ、そっか。でもさ、ガチで誰も見てくれないとかあるでしょ、うん、うわー、マジで怖いなー。そのアンプがなんか、なんていうの、その、でっかいスピーカー持っていくんでしょ。そう、で、一人で一人で来年ツアーやればいい。路上ライブツアーって何路上ライブツアーって言うのあと、路上ライブとアイドルライブに出演する。いや、これさ、これね、いや、これきっときつい話よなんかね、聞いたんだけど、
なんかね、私アイドルライブの MC をやってことがあるから、あれ分かるんですけど、あの自分のファンじゃない人に対してはスンってなる。で、ファンはの時、自分のおしめの時はガッとみんなで行くっていうようなことなんでしょ。で、なんでさそんなことするの？みんなでさ、別にさみんな頑張ってるじゃん。でもそういうものなんでしょうね。でもね、わかるな、それはわかるんだよ。わかるし、もし、あ、まあね、女の子はね、嫉妬しちゃいますからね。だからわかるんですよ。でも、せやな、そうなんですよ。でも私の時だけは、みんな来てほしい。そうね、そうなんだって。そうらしいよ。そうらしいんだけど、だからこう、アイドルライブに出演したら、多分私なんか多分、一番もひどい扱いだと思うよ。あの、きっともう、スーっていなくなって、もう壁向いちゃう。か聞いてませんみたいなことやる感じでしょ、イメージ的には。でもこれさ、もしアイドルファンのライブ、アイドルがたくさん出るライブに出て、歌って、ハマればいいんでしょ。どうかな、来てくれるかな、みんな、アイドルライブ。ベイビーファン、殴り込むんだ。ファンを奪い取るために、他のアイドルのところに殴り込みます。ああ、なるほどね。でもそれぐらいやったら逆に嫌われないのかな。押してもダメなら押すパターンってこと？だからどん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 ガツガツ、ガツガツいくってことでしょ。でもね、確かにね、私結構意外に控えめな人なんですよ。いやいやいや、意外に本当にね、すごいの。待てがないと見てくれない。脱がないと見てくれない。脱がないと見てくれない。脱いだらでもファンになるっていうのまた違うんでしょ、どうせ。ライブは行かない。それは見たい。嘘。でも絶対、アイドルライブ行って、一人でポツンと立って、ありがとうございましたって言って、スーって帰るやつでしょ、どうせ。絶対そうだもん、もう絶対そうじゃん。でもやるの、これ10週間で。まあね、シーンってなりますよ、絶対絶対なるよ。路上でも10週ってことで、時間ももう早いな。10週間のうちにやることがたくさんありました。なんとこれは確かに暇とかいう以前の問題じゃないですね。まずクリスマスパーティーの準備、ファンクラブを作る、そして監督と女優をやるもんだから、脚本を書いたりとかキャスティングをしなきゃいけないもん。そしてバンドも作んなきゃいけないから、メンボーをする。メンバー募集から始めて、スタジオに入り、その隙に腹筋終わります。それの間に500円玉で1枚を貯める。そして踊ってみたの動画もなんか適当に投稿して、でノープランの客を増やす、まあ、これは皆さんのせいでね、あれですけど。で10週間でドラマも作らなきゃいけなくて、で CD を売るから路上ライブとアイドルのライブに参加するということです。私寝れねえわ。全然寝れねえわ。これきついね。10週間って、あ、10週間 ?10 週間でこんだけやんなきゃいけないんだ、私。あ、売れっ子よ。売れっ子ですよ、これは。芸能人だよ。でも全部やる。このさ、今見たんだけど、この潜在写真がもう丸見え。でもこれ全部やったら売れっ子だよね。できたらファンになってあげる。お。来週いくつできたかやろ。で毎週。じゃあ何からやる？何からやろう。あとね、私的にね、あのちっちゃく書いてあった。あのファンレターが欲しいって書いてあった。あのファンレター欲しいなと思ってます。10週間のうちに。無理かな。来るかな。ぜひあのファンレターお待ちしております。あのぜひね、あのいろんなことやりますんで。でも
実際に結構まあできなくもないところだから難しいね、削るとかいうのが最初の一歩ですな。そうですね、とりあえず何から始めようかな。まず今日の夜からまず500円玉と腹筋とをやるかな。あと、あ、脚本、台本を書かなきゃいけない。台本書くって何なの？マジで？でもこれでもノープランでこう編集してもらったら、まあ、ちょっとあの新しい番組ではありますよね。あの監督兼でこれからのこの潜在写真にグラビアアイドル監督でもせあれでね、書けるには経歴に渋沢愛を初監督作品なんとかかんとか、おファンレターの送り先はですね、まあ、このブログとかに、ね、北参道この放送局の方でもね届きますので、北参道放送局の方にあのぜひ書いてないかな、潜在に、あ、書いてないですあ、そう、観覧で手渡ししてもらえれば一番嬉しいな。いやでもね、ドキュメンタリーも作ろう。いや、またやること増えちゃうじゃんびっくりするわ、もうやめてくれでも本当にやることあるよ。でも本当に、10週間も切っておりますので、皆さんやり残したことはありませんか？なんかだ、あるなんかこれもう無駄に過ごしちゃうよ、やっぱり計画的にしないとだからやっぱり私は10週間無駄にしないように全部毎日2つする、どれか2つに絞る。でも全部ね頑張れるよ。忙しすぎて女優への遠ざからない、いやだから女優はなんとあれですから、監督までやりますよ脚本演出、いやーやっぱねこれ結構来ましたよ。お、投票してくれました、ありがとうございます。ということで、なんと残り時間がなんと3分、早い、うわー早いです。お、なんでしょう、うわー、え、嘘、え、マジ嘘、この今さ10週間頑張ろうって言った後にそんな衝撃な、あ、そっか、そうですね、じゃあちょっと最後に告知をして話、告知の時間でございます。そう、ね、東京 MX の、ツンツレ爆音という番組に出てるわけですけれども、その中で人気投票がありまして、毎日12時に更新されるわけですね。ただ3位だったんだけど、なんとね4位になったということでございますよね。しょぼーん下がったんだって。そっかね、こんな悲しいタイミングで自分の曲が流れるっていうのは多分もうないかな。投票、そうですね、投票はですね無料でできます。登録もなしにポチッと言うだけでできますので、今そうですよ、100人じゃ見てるから、今押そう、今押そう、ほらまず私のブログにも貼ってあります、リンクがツイッターにも貼ってあります。ツンツベ爆音のところに行ってもらって、みんな知ってます、しました、お、ありがとうございます。ね、ぜひ間違って違う人を押したり、それね、シャレになるんですよ、渋沢渋沢の一票は本当にシャレになるんですよ、本当びっくりするぐらい。毎日一票投票というところにありますので、それを押していただいて、そしたらね、すぐに、ま、Android の方は、機能からPC 画面を表示というところがあります。詳しい。そう、私は自分で毎日自演でこう毎日やっています。あ、してます、ありがとうございます。すごい勢いで動かされた。そうなんですよ、そうなんですよ。あ、そっか、見たら他に可愛い子がいる。あ、そっか、さっきの法則、他に可愛い子がいる。やばい、見ずに、渋沢以外見ずにこう押していただきたいなと思う。あ、そうなんだ、
1日1回あのお昼の12時にリセットされますので、あの毎日1回できます、毎日できます、無料でできます。そしてあのライブチャットの方もありますので、前回は皆さんのおかげでね2位でしたね、2位で幕をありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよ、2位だったんで、あのでもね2位じゃダメなんですということで、あの投票の方も、そしてチャットの方もぜひ、ありがとうございます、どっちもしてくれてる方もありがとうございます、あの本当に頑張りたいと思いますのでぜひお願いします。そしてもしね、あのガラケーだよっていう方は大丈夫ですよ、アイドルリーグの投票もありますからねそんな人も大丈夫ですよ、安心してください。アイドルリーグの方でですね、あの画像ダウンロードがありますので、そちらの方も渋沢はですね毎回最下位を記録しておりますので、ぜひぜひぜひあの、はい、地上波もね出たいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。1位になったらですね、1位になったらそのツンゼイ爆王の本編のアシスタント MC になれるということで、皆さんぜひぜひぜひ、昨日一昨日あと木曜日のツンツベの方には渋沢がこう本編の方に何か呼んでいただきまして、女子プロレスラーと戦うという謎のあのねすごい企画ですよ。なんかこうベッドの上に手をこう使わずにこう落とすっていうこれで落とすっていうやつをねやりましたので、ぜひあの見てみてください。 YouTube で上がるのかな。そう、あと告知といえば YouTube であの東京食ガールズという、そちらも結構あのぶっ飛んだねあのあれですよ、バズーカを口の中にぶち込まれるとかいう画像もぜひありますので、皆さんねいろいろなんかちょっとずつ頑張ってますので、皆さんぜひ見てみてもらいたいなと思っております。さあということでですね、少しオーバーしてしまいましたけども、残り10週間、まあ来週ね、皆さんと今年はこの渋沢やノープランあと10回会えるということかな。そうですね、じゃあ毎週21時、これからねいろいろやってますよ。そうなんです、本当にありがとうございます。コメントが、ね、たくさんですよね。この歌は渋沢の歌、そうなんです、この歌を売りさばくために路上ライブ、路上ライブ、アイドルライブに必要し、そう投票ばっかなんですよ、人気ないのに、人気ないやつが投票ばっかやるからいけないだと思ってます私は。そうなんですよ、でもねやっぱりあの皆さんの応援が本当に必要ということが最近よく分かってます、本当に。なんでね、応援してもらうように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします、ありがとうございます。さあということで、また来週もこの時間ね、今回はあのハロウィンということでこの格好でしたけどもこのなすごいよね、この靴下、骨の靴下でお送りしましたけども、ちょっとあの来週もね、もしかしたらゲストはいるかいないのかわかんないですけども、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしていただければなと思います。ということで今日もありがとうございました。渋沢よのノープランでした。また来週、バイバーイ。